はい、どうも軍曹です。JR 松山駅はね、個人的にそこまで馴染みがあるというわけではないんですけども、やっぱりね、亡くなってしまうということでお別れにやってまいりました。まあもちろん用事があってのことですけどね。はい、J フランクさんとめんこ町、 J フランクさんは行ったことないのと、めんこ町さんは2回ぐらいしか行ったことないかな。で、キオスクはね、2回駅弁買いました。覚えてます、はっきり。リトルマーメイドは行ったことないですね。ねえ、これちょっと閑散としてますよ、お昼なんですけどね。で、切符買いまして、唯一馴染みがあるというか、よく食べに来た架け橋でございます。本日の主役と言っても過言ではございません、架け橋。イメージとしてはね、うどんの店なんですけど、軍曹はお蕎麦をほぼ食べてましたね。しっかりと味を下に焼き付けたいと思います。で、架け橋さんの中はね、比較的人ごって、トッピングなんかもねあるんですけど、今回は好みのがなかったということで稲荷にしました。本当はね、あのカメラ置いて食べるとこ撮ろう思ったんですけどね、まあ左右に人がおったんでやめときましたよ。最後まで箸をね、つっついたりグダグダですけども、これもお盆にね、コップが乗ったり、もう最後までちゃんとせいやという、はい、感じではございましたが、架け橋さんありがとうございました。本当にね、よくお世話になりました。本当ありがとうございます。んで、架け橋さん食べ終わってね、すぐ帰ってもよかったんですけど、迎えの車がまだ来ないということで、行ったこともないダイソー、そしてあまりね、買ったことはないんですけど、セブンイレブンさんとかね、中を通ってこう別れを告げながら、で、ステラおばさんのクッキーはね、これも2回行った覚えがあります。シャリシャリのね、コーヒーみたいなのがすごい記憶に残ってるんですけど、あとね、カレーショップデリーはね、ベルボーカレーが好きなんですけどね、1回連れてた、超ご機嫌でしたよ。美味しかったです。ただね、スタッフのおばさんがね、めっちゃ不愛想なんですよ。不愛想だったか、もう閉店してるんでね、いい思い出です、今となっては。はい、でね、こっから、ほんとね、バスをね、国鉄バス今映ってますけど、一回も乗ったことないな、こっから。これ熊高原町行きかな、乗らない、けんないけどね、バス好きとしてはなぜか乗ったことがないという。まあそのうち乗りましょう、新しくなったらね、バスターミナルができたら。本当にありがとうございました。 JR 松山駅さん、これからもね、お世話になると思いますので。で、ちょっとね、これはそうか、架け橋の残りのメニューですね。肉うどんに山菜そばと狐そばかな。うどんとそばがちょっと軍曹の今視力では見えんけど、これはショート動画で撮った天ぷらそばかな。ちょっとごめんなさいね、ルーペ使ってないんではっきりわからんねんけど、多分天ぷらそばの卵トッピングやったと思うけどね。いや、これが一番好きでした。はい、この日は天ぷらうどんにしましたけどね。はい、あ、ごちそうさまでした。本当何回も言いますけど、ありがとうございました。で、これ13日、あ、そうか、あの高松行った時のね、動画なんですけど、新しい駅舎というか駅の中、まあテロップにも出てますようにね、あのチープな、あの面構えの駅と、亡くなった架け橋、そしてね、今これ線路の上をね、渡り廊下作って、あの新駅舎の方に行くようになったんですけど、まあこれもそのうち当然なくなるんで、記念に撮っとこうかということで撮りましたが、ここの線路の駅のホームの上でね、特急塩風石槌と
特急は回の10列停車のね乗り換えがされてたんですけど、もうあんなチープな光景も見れなくなるというね、もうほんとね便利にはなったんでしょうけど、一般的にはね軍曹にとってはもうなくしたものしかないという、普通になった松山駅ですね。お昼にも一回、ちょっと用事があって行ったんですけども、あのね新しいから話題にはなってると思うけど普通ですよぶっちゃけた話、これ、話題収まったらどうなるんやろうってね、まあ余計な心配もしてしまいますけど、まあどうにかなるんでしょう。はい、はい、というわけでね、対面で塩風一途と和解が止まっているという、ありがとうございました。さよなら。